気流。東条家への100億と由美と水木って女の話だったな。東条家三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東条会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼。任侠が聞いて呆れるぜ。100億を奪ったのは由美って女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東条会で裏取ってるうち、妹の水木が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで水木の娘遥かか。なんだって？東条会は水木の娘を探している。遥か今俺と一緒にいるんだ。遥か、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった。それが由美か水木ってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれが由美って女か水木って女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？こいつは。驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、地下、何があったんだ？奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか？ボス、10分前の映像です。ん？ボス、トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。
伊達さん。すまねえ、はるかが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。誰しも引っ込んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。桐生、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組の奴らだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。おい、勘弁してください。
ちょっとそこら顔がムカつくんだよ。何なんだ。久しぶりやの、キルちゃん。わしゃ、嬉しゅうてたまらんのや。道島の竜と直接やり合える。本物の命張った喧嘩ができる。なあ、キルちゃんならわかるやろ。なあ、おり。笑いどころやないか。笑いや、これボケやろう。ああ、はるかを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおる。言うたやろ、キルちゃん。わしゃ、お前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。行くで、勝負や。行くで、キルちゃん。
嫁いでよ、お前は。それでこそ、キリュウちゃん。まだまだ、行くぜ。勝負はついた。はるかを返せ。アホ。死ねや、キリュウ。おやじ、なんで？キルちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジム、おやじ、おやじ、おい、救急車だ。早くしろや。おじさん、はるか、怖かった、怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、はるか。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ、キリュ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ？これ弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん。大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか？うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか？真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を？うん。何者なんだ一体？さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か？おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな！なんでそんなことした？おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を
力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが。筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ。3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ。バカ野郎。後で返す気か。すみません、本当にすみません。この詫びは縁故でも連れて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ、すみません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 。風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。桐生ならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キルちゃん今日はどうするの？何か新しい手がかりを探さないとな。町に出てみるか。大丈夫？キルちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。私、河原のもんでモグサって言います。今、花屋さんのところで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。どうも、ボスの身内にトラブルらしいんです。ここんとこずっと機嫌悪くって。でも、私らには何も話してくれねえんです。花屋に家族が。大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。ボスは桐生さんのファンですから、会ってさえくれりゃ機嫌も少し。ボスなら河原のモニタールームにこもっても。ちょっと寄ってきませんか。
勘弁してください。ねえ、見てすなんだ。その気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっちおいでって。もう何にもしないんだからさ。嫌です。何を。おい、この野郎、舞ちゃんこっちに渡せよ。口の利き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよ、この酔っ払い。くそ、知るか、ナッパス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。あ、私マイって言います。あの、もしよかったらすぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな美人だなんて。でもよかった。ここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。
舞のことどう思います？可愛いよ。食べちゃいたいくらいだ。本当ですか？やだ、恥ずかしい。けど嬉しい。舞は今が食べ頃だから、お兄さんみたいな人に食べてほしいの。遠慮しないでね。舞のおごり。乾杯しよう。二人の暑い夜に。ああ、乾杯しよう。すごい、強いのね、お兄さん。きっとあっちの方も。私ね、お兄さん、ここんとこついてなくてさ、男運が悪いっていうか。でもそれも今日でおしまいかもね。私今夜はいろいろ忘れたいな。だからもう少し付き合ってね。乾杯。今は飲む気分じゃないんだ。え、どうして？舞と乾杯してくれないの？お客さん、女の子を泣かしちゃいけねえんじゃねえのか。ここで飲まねえのは男じゃねえな。お願いお兄さん、舞と乾杯しよう。ああ、乾杯しよう。お客さん、大丈夫ですかい？おい、おい、なあ、あんた、大丈夫か？やられたな、あんた。あの女、ぼったくりのキャッチだったんだよ。この町じゃよくあることさ。ま、勉強代だと思いなよ。殺すぞ俺。後悔するなよ。舞って言ったな。覚えてるぜ。ごめんなさい、許して。私ただの使いっ走りなんです。あの、今ならこないだの店開いてます。だから仕返しならそっちに。それじゃあ。おお、これはこれは、この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました？
その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんなら、お帰りいただくほかねえやな。上等だ。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あの、あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。おもろいな。どこ見て歩いてんだよ。ごめんなさい。お前な、ごめんなさいで許すとでも思ってんのか。あっちゃー、それはひどい。目障り。すいません。
Oh.
登れかったな。おお、なあ、うん、楽しもうや、キルちゃん。そう来ると思ってた。すげえや、またな、キルちゃん。あまあまや。あれは。待てよてめえ。あります。もうじき俺の彼女の舞台があるんですけど。彼女が舞台？ええ、そうなんです。絶対にキリュウさんも楽しめると思いますよ。ほう、場所はピンク通りになります。店の前で待ってますね。それでは。
かねえ。なんだ、
おお